こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。沖縄の仏壇ごとに興味がある人のための YouTube チャンネルです。さて、今日は2023年新暦7月のヒヌカンとか仏壇とかのやることのまとめをお話ししたいと思います。新暦の7月は結構落ち着いてます。だけどちょっと土曜の話を今日入れていこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。旧暦の5月15日があります。で、これ7月2日ですね。もうすぐ日曜日なんですけど、この5月の馬地があります。これとプラス9の15日もあります。なので9の15日は赤うぶくですね。赤うぶくでヒヌカン、床の間、仏壇にお供えします。で、5月15日終わったら9の6月の1日、これが7月の18日になるんですけど、これ9の1日なので、ヒヌカンとこの間仏壇、いつものように、要は旧暦の1日と15日だけしかないです。ただ、この5月15日っていうのは5月うまちになってるので、ムンチューとか地域に集まることが多いです。私たちは、ムンチューの神屋に集まって、うまちで、お米ですね。米を配ったりとか、したりするんですけど、この馬地、文中であるところは、だいたい7月2日の14時からっていうところが多いです。なので、この次の日曜日ですね、7月の2日のだいたい午後は、みんな馬地で、だいたいお墓の周りいっぱい駐車があったりとかってすると思うので、渋滞には気をつけてください。で、馬地、に、今まで行ったことがないんだけど、なんか馬地があるって聞いたっていう人は、ぜひ行ってみた方がいいと思います。ただこの馬地はお祭りって意味なので、ここ1年間で、不幸があった人、まあ、喪中の人ですね。で、まあ、どれぐらいの範囲で不幸があるかと、親が亡くなったとか、自分の兄弟、子供ぐらいのレベル、じいちゃん、ばあちゃんまではギリギリ三角ぐらいなんですけど、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんぐらいまでも入れると、その、方が亡くなったのが1年以内にある場合は、馬地は、遠慮しておく。お祭りなので。遠慮しておくっていう配慮が必要かなと思います。で、今まではちょっとこの土用期間っていうのを入れてなかったんですけど、結構沖縄の、この行事ごととか、何か引っ越しとかを決めるときにも、ちょっと土用期間っていうのが重要じゃないかっていう風なのを最近感じてきたので、この土用について今日はちょっと7月、せっかく7月に土用があるので、その話をしたいと思います。夏の土用期間っていうのが7月の20日から8月の7日までって言われてます。で、これ、土用って言ったらみんなうなぎとか思い出すと思うんですけど、土用っていうのはどういう意味かって言ったら、この土用は雑節。雑節っていうのの一つです。この雑節っていうのは何かって言ったら、五節句とか二十四節気とか以外での季節の移り変わりの目安となる日の総称って言われていて、まあ、例えば春分、夏至、秋分、夏至、春分、秋分だね、こっちが、秋分、冬至とか、この4つですね。秋分、夏至、夏至、春分だね。秋分、ごっちゃになってるね、私。冬至。これは、二十四節気って言われてる。シーミーとかもそうですね。これは、二十四節気って言われて、中国の暦での農作業の目安ってなってるのが、二十四節気です。で、これが多分みんな春分とか秋分とか夏至冬至っていうのがもう馴染みのある暦の一つ、暦の一つ。だけどこれってあくまでも中国のものなんですね。中国の季節に合わせたもの。キーはこれだね。季節に合わせたもの。で、日本の気候とかやっぱり季節とかは合致しないものもあるっていうことで、日本に合わせて作られたのがこの雑節っていうものです。で、雑節の中には、例えば節分とか、この雑節には何があるかって言ったら、節分。節分ですね。で、あとは88夜。88夜。とか、これ入り梅雨とか入梅とかって呼ぶんですけど、で、あと彼岸。彼岸も雑節の一つですね。彼岸。で、土用。とかっていうのが雑節って言われて、日本に合わせたもの
っていうのになってます。で、土曜っていうのは立春、立春、立夏、立秋、立冬の前、18日間ずつのことを言って、土の神様である独人、土の神様、これ独人とか独行人っていうのがいる期間って言われてます。沖縄ではこの土地、土の神様、トゥーティークーとかって言いますけど、これあくまでも日本の考え方で独人とか土行人とかっていう風な、あの、要は土の神様がいるっていう風に言われてます。じゃあこの期間、この土曜の期間っていうのは何をやってはいけないかっていうと、土いじりとか草むしり、井戸を掘ったりとか、お家の増改築したりとか、地鎮祭とか、土を動かす。土を動かすっていうのはダメですね。あと、引っ越しとか旅行とか、方角、どっか、引っ越しとか旅行って方角が関わってきますよね。この方角っていうのは NG になります。で、あと、新居の購入とか、転職とか、就職。で、結婚とか結納。開業や開店とか、新しいことを始めるっていうのは NG って言われてます。なので、これ縁起が悪いって言われてます。土曜期間にこれを設定するのは縁起が悪いからやらないでねって昔から言われてます。で、それ、その、まあ土曜神様がいるっていうのプラス、季節の変わり目で気温の変化が大きい時期なので、体調崩しやすいと。なので、旬のものを食べて体をゆっくり休めるための期間っていうのも土曜って言われてます。ただ、この間ずっとこういうことやったらダメだよっていうわけではなくて、この独人とか土行人、この土の神様ですね。この土を離れて天上界に、天上界に、天上界、世界の界ね、に行く日のことを間日って言います。間日。間の日って書いて間日ですね。この間日であれば、このダメだよって言ったことを行っていいって言われていて、夏の土曜のこの7月の20日から8月7日までの期間っていうのは、7月の20日、21日、25日、8月は1日、2日、6日っていうのが間日になってます。で、この間日っていうのは、よく、あの、土曜の丑の日とかってよく聞きますよね。この土曜の丑の日っていうのは、このうなぎを食べて体力をつけるっていうのは、7月30日ですね。あの、丑の日なので。なので、間日には当たってないっていうことになるので、この間日を、間日はこれをやっても OK。で、7月30日っていうのは、土曜の、あの、うなぎの日。土曜の丑の日。として、うなぎを食べて体力をつけるって言われてる日は7月30日。この日は、うのつく食べ物とか黒いものを食べるといいってされてるので、だからうなぎっていうのはもちろん、うどんとかうり、きゅうりとかかぼちゃとか、あと梅干し。で、土曜卵っていうのが売ってますね。土曜の卵っていうのが売ってて、それをいただくのがいいってされてます。なので、この2023年の新暦の7月っていうのは、基本的にはこの旧暦の5月15日の馬地っていうのがちょっと大きめ。で、普通のお家は旧暦の15日で赤うぶくをやる。っていうので、あと旧暦の6月1日が7月の18日にあるので、これは普通の旧の1日ですね。で、あとは7月の、これ新暦ですね。旧暦はないですね、こっちは。新暦の7月の20日から8月の7日までが夏の土曜期間なので、この土いじりとか草むしりとかっていうのはやらないでよと。これ、あの、沖縄でのお墓の、あの、草むしりと草刈りとか土いじりとかっていうのもやらない方がいいですね、この期間は。で、この期間でもやっていいよっていうのが間日っていうのがあって、この間日を上手に使って、こういう計画は立てててくださいねっていうのがあります。なので、もしこの7月末から8月までの間に、ちょうど夏休みに当たるので、旅行行くよとかっていう人がいると思うんですけど、この間日っていうのは、間日に、例えば出発して、間日で帰ってくるとかっていうふうに計画を立てたりっていうのをやっていただくと、ちょっと安心かな、という、風に考えてもいいかなと思います。ただ心配だったらもうこの期間は動かない方がいいですね。あの、ゆっくり休むっていう期間でやってもらうといいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で、2023年7月っていうのは、あの、お盆の前で、ちょうど、あの、県外のお盆は8月に入ってからやるんですけど、沖縄のお盆は旧暦であるので、7月っていうのはそんなに忙しくないんですね。本来、あの、8月は、あの、
8月の前半に9本が来ることもあるんですけど、今回は8月の末に9本があるので、7月は比較的落ち着いている時期かなと思います。ただこの土用期間っていうのが入ってくるので、行事がまあできないとか、ユタさんによってはこの土用期間に拝みはしないっていう人もいます。この土の神様がいるからっていうふうにやってる方もいるので、ぜひご自身でこの土用って何なのかなって調べたりとか、この動画何回か見て、自分の中で土用ってこういうもんなんだ。じゃあ自分はこうしようっていう方針を固めていただくといいかなと思いますので、どうぞ参考にしてみてください。ということで今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。